こんにちは。こんにちは。アートマンヴィンテージギターズでございます。ございます。今回も新着の紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、メロディーメーカーベースですね。まあ一見 EB とどう違うんだって話ですけれど、まあもろもろそのメロディーメーカー的な、まあ簡略化された部分があったりとかっていうところで、まあ、メロディーメーカーの位置づけになってるんですけれど、なんか基本的にはこういうパーツとかはね EB なんかとそんな変わらないですけれどね、まあ、ピックガードの形がちょっとこれ専用にちょっと変わってたりと、はい、まだポイントはやっぱペルハムブルーですね。はい、まあ、SG、EB なんかだとねすごいレアっていうことになるんでしょうけれど、まあ、メロディーメーカーだと割とありがちだなって感じてしまうのはちょっと残念なところなんですけどね。ただまあレアなカラーなんですけどね、はい、焼けてかっこいいですね。そうですね、見た目はすごくもうオールド、雰囲気はもう抜群ですね。はい、まあ、ブリッジ見てますけれど、まあ、EB と共通ですねこれ。はい、まあ、指板なんかもね、はい、まあ、フレットも綺麗ですね。まあ、ヘッドはねメロディー系メーカーらしく、まあざっくりという感じですけれどね。はい、裏見てみましょうか。まあ綺麗ですよねやっぱり。まあ、メロディーメーカーなんかもやっぱりねガンガン使われて出てくるイメージはありますけれど、まあこの個体に関しても結構綺麗かなと思いますね。まあ、若干バックル傷ありますけれど、えぐれたような感じもないので綺麗ですね。はい、じゃあサウンドの方はどうなんでしょうねこれ、まあ、EB と一緒なのか違うのかちょっと聞いてみたいと思いますが、はい、